踊りながら口ずさんでもいいの？流れてないラテの茶作、フラメンコ YouTuber、トシです。今回は質問をいただきました。獅子蔵さん、バイレ&カンテ練習生の方からの質問でございます。カンテも勉強中のバイレです。踊りながら歌を口ずさんでもいいのでしょうか？やっぱりそれは変なのでしょうか？あまり見ないのでというご質問でございますね。結論から言うと、曲によるという感じかな。はい。曲による、例えばじゃあブレリアとかタンゴスであれば、まあなんとかね、軽快なリズムでね、踊ってらっしゃると思うので、その時はね、結構口ずさんだりとかしても、僕はそれでかっこいいかなと思います。わかんないけどね。はい。でも、ゆっくりの曲種の時に口つむから歌うのって、そうですね、どうですか？やっぱね、ちょっとなんかね、なんかちょっと集中できない、見てるお客様もこう、なんか集中できないのかなって、僕わかんないです。こう、客観的にね、見て。別に違和感がないのであれば口つむながら歌ってもいいと思うんだけど、僕のなんとなくの感覚としては、ゆっくりのテンポ。ね、ただソレアだったりとか、シギリジャだったりとか、ティエントだったりとか、まあガロティンは明るいからね、まあギリいいのかな。なんか暗い、いかにもフラメンコした曲の時は、あんまり口ずさむとね、ちょっとなんかそっちの方に集中しちゃうかなというふうにも思ったので、あえてね、こう、ぐーっとこうね、溜めてみたいな部分の方がかっこいいかなと。で、その、溜まったこの、歌いたくても歌えないというこのストレス、とか、このエネルギーを後半のタンゴスとかブレリアで爆発させて、っていう風にね、多少こう口ずさんでも、別にそれはそれで、いいわね、なんか乗ってるわね、あの踊り手さんっていう風になるんじゃないかなと僕は思いました。はい。なので、一曲丸ごと歌うとかっていうと、そうですね、なんかちょ、気になる人は気になるかなと思うので、あえて曲の前半部分は歌わずに、後半部分のね、盛り上がるところの方で、多少口ずさむぐらいならいいかと思います。ね、一曲丸ごと、ね、ずっと歌いっぱとかだと、そうですね、踊りに集中したらいいのか、歌に集中してほしいのかなっていうふうにね、ちょっと気が分散しちゃうのかなというふうにもね、思った次第でございます。まあ、このあたりはね、ちょっとまあ、それぞれの好みとか感性とかによると思うんだけど、まあ、一ギタリストの私としては、ちょっと口ずさみながら踊られると、そうだね、どっちに集中したらいいのかな。で、歌い手さんもね、そうだよね。ちょっと、なんかこう引っ張られちゃうんじゃないのかなというね。そんな感じがしたので、あえて曲の前半部分の方は歌わずに我慢して、その我慢したエネルギーを曲の後半で口ずさみながら歌うのに持っていくっていう、こういう流れがいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。同じように歌いながら踊るという方に挑戦したいという方も、ぜひね、参考にしていただければ嬉しいです。というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。それでは最後にお知らせです。僕は日本最大級のフラメンコ音楽専門スクールビバフラメンコ音楽教室を主催しております。ギター未経験からプロを目指したい方まで、10代から70代まで幅広い方にレッスンをさせていただいております。ギターだけではなくてウクレレも、そしてオンラインで全国対応という感じで、日本全国でフラメンコ音楽の魅力を届ける活動をしております。ただいま無料体験レッスン、そして入会金無料キャンペーンを実施しておりますので、詳しくは概要欄をチェックしてみてください。それではこれからもフラメンコを楽しんでいきましょう。あれー。さあ、それではアフタートークでございます。とはいえ、ね、踊りながら歌うのはね、あまり控えて後半に爆発させましょうって言ったんだけど、でもね、なんか、歌いながら踊るっていうのもね、まあ、よくよく考えてみたらかっこいいなとも思ったんですよね。はい。なので、僕ね、逆に見てみたいなと思ったので、なんか、そういうね、歌いながら踊る、特にね、日本のフラメンコは歌える方がね、まだまだ少ないので、こう、歌いながら弾くっていうのがね、むしろ、スタンダードになるぐらいのね、そういう、こう、業界の広がりみたいなのがあったら、またね、歌を歌ってみようっていう人がね、増えるんじゃないのかなと思ったのでね、もう、じゃんじゃん歌いましょうよ、やっぱりね、歌っても、フラメンコを広めていきましょうよ。はい。じゃあ、フラメンコ、歌うということで、今日の動画、以上です。